おはようございます。2018年6月24日朝の4時42分、37時間ぐらい起きてます。おはようございます。おはよう。37時間目です。寝れなくて困ってるんでぐったぐたな枠やります。ケール痛いんだけど、ぐっちゃぐちゃなんだけど、痛いかか。おはよう。あー、ふくろさんお疲れっす。いいに、おはよう。いやー、もう捨て頃出たくねえ俺。もうすっげえ楽しいんだけど、もうお腹いっぱいだよ俺。おはよう。口内炎つうかね、なんだろう、この辺が痛え。血豆みたいな、なんか唇の上にぐっちゃぐちゃになってる。口内炎とかじゃなくて歯でぶつかったんだと思う。枯れたとはな、これこいつがぐさった。下の歯ならやるいからこいつだね。36時間じゃないよ、38時間ぐらい起きてるじゃん。だって昨日の夕方の6時に起きたんだよ俺。昨日の夕方6時に起きたんだもんな。頭おかしくなるわこれ。おっかいすっげえ楽しかったよ。おっかいすっげえ楽しかったね。でもなんかワイワイやりたかったな。勝ってイエーイってやりたいけど、イエーイってやりたかったね。スタンド持ってくるわ。
そっか、横型にできないのか。 YouTube ライブの設定に慣れすぎてるね。てかさ、俺思ったんだけど、これあれなんだよな。あ、私トムさんおはよう。疲れたよ。もう風呂も入るあれがない。寝る。痩せよう、ダイエットしよう。もうすげえ体重重たいから、俺とのりこダイエットするよ。あー、ニンニステありがとうございます。花火ありがとう。ゆっくり休むよ。また負けたよ。もう言うなよ。お前答え知ってて言ってるだろう。答え知ってるでしょ。負けたよ。答えを知ってて質問するやつは性格悪い悪趣味なやつだよ。悔しいね、正直ね。うん、悔しいよ。悔しいでしょ。悔しいのが普通じゃないの。悔しいよ。でも閲覧ね、3万いくと思ってたんだけど、いかなかったね。もっと伸びると思ってたもん。もう二度と格闘技参加したり、格闘技語るのやめとこうな。お前に関係なくね。俺がどう生きようと俺の自由じゃん。なんでてめえにそんなこと言われないといけないの。俺は好きなこと勝手に語って好きなことやるよ。てめえに何の関係があんだよ。ちゃんみゆいらっしゃい。初コメです。今日会場の見てました。本当お疲れ様でした。素敵でした。いやとんでもない。お恥ずかしいです。ありがとう、来てくれてありがとう。お恥ずかしい。捨て頃も金梅の介護もお疲れ様でした。金梅さんの介護が一番疲れたね。うん、いや金梅さんすげえわ。やっぱライオンもう出ない、もう一生懸命やって、うん、あのなんか全力で結構ぶつかった感じがあって、それで負けだからね。向いてない。でも格闘技すげえ楽しかったよ。すげえ面白かった。出ないんですかっていうか、出れないでしょそもそもの。もういいや俺は格闘技は。仮想配信者は出れないのですか。いや全然出れるよ、やる気があって才能がある人だったら。初配信者でも出てる人いるじゃん。五条さんとか直樹兄さんとか閲覧少ないじゃん。全然やる気がある人は出れるよ。だってバブー達彦とかも閲覧少なかったよ。
閲覧少なかったどころか配信者じゃなかったかんね、タツヒコは。ありがとうございます、フォローありがとう。いやー悔しいよ、おでこいて。昨日お疲れ様、金梅さん履かずに見せつけたのかな、履かなかったね結局。小籠包さんお疲れ様です。うん、履いてなかったよ。もんちゃんここ寝てんの、ほら。のんちゃんは俺が電気つけて明るいから自動的に生み出したタオルを目に隠して寝るっていうスタイルの。俺の隣で寝てるよ、のんちゃん、ほらクーッつって。いやお疲れ、昨日の夕方の22日の夕方の6時から起きてるから、38時間目の起床、38時間ずっと起きてるね。病気だよなこれ。来年出ない、もうやだ。 OK とお疲れ。金梅さんの会っていうか金梅さんバイセクシャルなんだよ。うん、金梅さん大好きだからいいんだけど、金梅さん面白いよね。いやあの人すごいわ、自由。いやだって喋らない、なんかもう自由でしょ、コメントすらも呼ばないじゃん。俺もあんなズーズーしく行きたいもん、超かっこいいよ。なんかねもう好き勝手生きてるじゃん金梅さんって。何にもへこたれないし、なんかあの人がね、なんか地球の中心なんじゃないかとか思うでしょ。ああいう生き方はいいよね。羨ましい。あっせくせえ俺。いや金梅さんと俺が一番喋ったの今日かもしんないよね。1時間以上金梅さん、俺の枠に金梅さんが2時間ぐらい映ってたなんて過去ないよね。5分ぐらいじゃん、5分とか10分とか30分とか。すごいよな、閲覧3000だもんな。いやえぐい、本当に。なんかニコ生時代の金梅さんを思い出した。金梅さんのリスナー、なんか超勉強になった。久々になんか大手の枠で、自枠だったんだよなあれ。うん、いや男前じゃないよ。そういうのやってないからいいよ。閲覧3400だってマックス。あ、とんでもない、44。とんでもないとんでもない。いや金梅さんのリスナーさんってこんなにいい人ばっかりなんだね。みんな挨拶に来るもんね。いやほんとすげえわ。っていうかなんかね、俺ね本当に俺金梅さんの枠実は見ないんだよ。あのキャスに行ってからニコ生時代好きだったんだけど、っていうか誰かをヘビーに追っかけるっていうか習慣で見るっていうことをやったことないのね。でストッキングとかさニコ生時代の神回しか見てこなかったんだけど、俺分かった。なんかね金梅さんってこれディスじゃなくてでっかい赤ちゃん、本当にあのねすごいわ。ただの40歳の赤ちゃんなの。だからみんな小林って呼ばれてる人たちって、小林って今言わないのかな、今なんて言うか分かんないけど、もうね心配で見てるんだっていうことに気がついた。ただただ心配なの金梅さんが。いやもうねそれが伝わってくるのコメント欄から。
赤ちゃんをあやしてるみたいな。なんかすっごい特殊だなと思ったね、金梅さん。かっこいいよね。かっこいいかどうかわかんないけど、なんかすげえ素敵な生き方してるし、素敵な人たちに囲まれてるね、金梅さんは。俺思ったもん昨日、赤ちゃんだこの人と思って。ああどんどん、そのやめてください、本当にそんなつもりじゃないんで。ルーシー、ルーダメだ、ローマ字読めねえ。やっぱ大手になる人ってやっぱ でもね画面越し見るのと毎日あんな感じなんでしょ、リアルで毎日あんな感じなんでしょ、すげえよな。俺でもね、止めないとダメだよみんな、あれ金梅さんのこと、あのね酒の飲み方、またほんと死ぬよ金梅さん。あんな浴びるように酒飲んでておかしい。いやまあみんなが一番わかってると思うけど、ダメだよ。いや、なんつうんだろう、でみんなどう考えてんのその件については。酒まあ面白いもんな、酒飲んだ方がな。そこ難しいところだよな、酒飲んだ方が面白いけど心配で、あ命削ってやってんだろうな。やっぱりね、酒飲むななんて言えないもんね。本人も分かってやってるよね絶対ね。荒野がね金梅さん崇拝してるからね。で荒野はさ、あれじゃん、酒プラスデパスとか入れるじゃん、要は精神薬飲むでしょ。あれもう脳みそぶっ飛んでるよ。荒野も俺ね、でもね荒野最近頑張ってるなとか思うんだよね。俺ねやっぱりね、やっぱ俺思うけど、やっぱ閲覧こうやってさ、金梅さんの近くに行くと3000とか行くじゃん。でカソナマの主観違いすんだよ、金梅さんの周りに行ったら閲覧がすごくなると思うじゃん。3400人見て1万7000人とか行った枠なのにフォロワー一人も増えてなかったんだよ。ありえないぐらいすごいと思ったよ俺。あの妬みとかひがみとかじゃないの、わかる？3400人に見てもらって移動が全くしないのよ。要はね、だからね、過疎配信者が金梅さんにくっついちゃうの、そこの悪いところだと思ってたよ俺。飲まないと閲覧稼げないと思ってるんだよし、実際そうなのかもしんないよね。だから結束力っていうかね、もう金梅さんにしか興味がないんだよ小林さんは。あでも閲覧見てこうやって挨拶とか来てくれるからいい人なんだけど、捨て頃で疲れるに決まってんじゃん、命がけでやってんだから。そうみんなが金梅さんを見に行ってる感じだよね。でもまあちょっと絡んだ人は覗いてみようみたいな、だから目が肥えてるんだよあの大手の。だから予算のところもそうじゃん、大手のところは目が肥えてる。あこいつ本物かなとか、こいつ追っかけて面白いかなっていう品定めをやんの。外じゃ違うって何？お前が俺の何を知ってんの誠。うせえわ。お前俺の何にも知らないじゃん。外じゃ違うって何？ごめん、何言ってるか分かんないわ。いいなぁ。
ダイエットしよう。奈良県警に捕まったのみんな知ってるよ。今さらそんなこと書いても意味ないよ。奈良県警に捕まったから何なんだよ。前科3犯だよ。あんなんやったらあかんでってだから、お前事件のこと知ってんの？何にも知んないでしょ。あんなんって何？突っ込んでろよ。うるせえな。お前関係ねえじゃん。騙された人間でもねえんだからほっとけよ。偉そうに。お前被害者か？なあ、お前被害者じゃねえだろ。何の関係があんの？しかも何年前の話してんだよお前。27だからもう6年前の話だぞ。しょうもない。6年前の話今してんの？無関係のお前がバカかよ。俺が勝手に決めるよ。ワドを負けたと思っていたより動けてたからびっくりした。もう少しスタミナあったらスピード保ってたのに。正直少しだけ見直したわ。いいよヒロリン、負けだよ負け、負け負け負け、精一杯やったよ。一瞬で終わったよ。なんか気づいたらもう終わってたよ。気持ちいいぐらい打たれたもんな。向いてない。楽しかったね。でも顔はね打たれてない。首だからね、おでこを何発か、要は顎にもヒットしてないし目にも入ってないから、ピーカブーだからヘッドスリップだからこういったの、こう頸椎、首がガッチャガチャ。16オンスだしね。あとね、あー楽しかった。いやめっちゃ嬉しいわ。俺も楽しかった。もう後半楽しかったかな。負けた時はもう辛かったけど、悔しくて、それどころじゃなかったけどね。後半捨て頃見て、あー捨て頃やっぱいいなと思った。ていうか、はい、動画見てびっくりしたんだけど、クオリティめちゃめちゃ上がってたね。撮影班のすっげーと思ったもん。撮影班レベルかと思った、なんか、ま、テレビとまではいかないけど、カメラ数発入れてスイッチャーも仕事してて、お疲れバカタレ。インフンだの？
眠いけど寝れない。眠い。うるせえ。あ、和田さんだ。お疲れ様です。珍しいっすね、僕の枠に来るの。お疲れ様です。この前焼肉ありがとうございます。めちゃめちゃうまかったっす。
ああ、花火すいません、ありがとうございます。いやー、もう来年出ないっす出ないっす出ないっす、もう嫌です、もう嫌です、僕もう今年で最後です。和田さん、お気持ちありがとうございます。無理っす無理っす、もうもう全力で、結構本当に、なんだろう、結構もう嫌です、もう嫌です。なんでみんな次やらせようとするんだろう。次次って僕出ないっす、もう次回は。ありがとうございます。花火惜しかったっつうか、2回ダウン取られてるんだ、ボロ負けっすよ。惜しくないっすよ、圧倒的圧倒的差で負けましたね。いやいや、俺出ない、本当に嫌だ。健太くん勝つまで出すとかじゃなくて、もう俺は今回でもうやめるって決めてたし、結構そのなんだろう自分なりに一生懸命やったよ、楽しかったよ、もうやだ出たくねえ。だってさ、みんなさ、普通に考えたよ、2回負けて普通に出すやついないでしょ。みやびくんすげえな。みやびくんすげえわ。俺はもう辞退するよ。いやいや、まーちゃんはそんなことないよ。もう本当にね、なんか、いや、そう言っていただけるの嬉しいけど、次頑張ろうねっていうか、本当にね、もう苦しいんだよ、捨て頃。みんな言うじゃん。うん。いいよ、みやびくんとやってて、みやびくんさん、みやびさんといい。やらないよ。クソはクソらしく生きる。通常運転に戻ります、私は。イケメンだったな。なんでみんな勝ったやつね、光くん鼻があるわ。直樹兄さんのこと今後スパーリングしてんのってバカにして、バカにして、え、何、長いな、ごめん、長いから短くして、眠い、長い長い、短く書いて、長文めんどくせえわ。身の程わきまえて謙虚になるってどういうこと？意味がわかんないんだけど。身の程わきまえろってどういうこと？
金杯さんあれじゃないの、今キャスバーで配信やってないかな。マサヤンっていう人の枠でやって、なんかさっき起きてたけどキャスバー行きましたよ。ヤマトさんにもうバトンタッチするっていうことでぐる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 回ってね、キャスバー行きました。キャスバーの前でお別れしました。あ、グレート花火ありがとうございます。匿名さん、すいません、気遣いありがとうございます。マジでありがとね、ありがとうございます。おやすみ。金杯の回もまた、だもういいよ、ね、罰ゲームかよ。俺向いてないよ金杯さんの扱い方、無理だよあの人。子供でっかい赤ちゃんだよ、でっかい赤ちゃん、介護とかじゃないよ。でも金杯さんの魅力ってそこなんだよな、ほっとけなくなるんだよね、全力で頼ってくるから、全力で頼ってくん。お疲れみーすけ。いや、でっかい赤ちゃんだよあれ、40歳のだから赤ちゃんって全力で頼ってくるじゃん。あなたいないと死んじゃうよって本当にやるじゃん、あの言葉じゃなくて、そういう感覚に近い。どうすんのこれみたいな。いや、まあただの酔っ払いとも言えるんだけど、あそこまで酔えないよ、酔っ払い嫌いだけど金杯さん嫌いになれねえの不思議だよな。アイワード2ド M なんだ、キキいらっしゃい、ド M なんだ、へえ。俺もド M なんだよね。ド M ってどんな感じなんだろう。俺ド M なのかな。なんか針とかで刺すのかな。乳首を竹串とかで貫通させたりするのかな。ド M ってどの辺なんだろう。ありがとう風船ありがとう。どんなことすん、なんだろう、ド M ってなんだろう。竹串とか乳首を貫通させるんですか、キキは。うさって。違うの。いや、だってド M ってで本人コテハンで名乗るぐらいだから相当でしょう。いやねえ、ド M どんなことすんだろう、痛いよね、なんだろう、わかんないけど。俺はなんだろう、こうなんだろう、なんだ、聖なる M だよね、スピリチュアルな M だから、こう攻められたい、こう受け身マグロマグロの M 俺の M、清らかな M、 マグロ、冷凍マグロ、なんかこうあれなんだよね、こうなんかこうエロいお姉さんに
エロい人にこうなんて言うんだろうな、なんて言えばいいんだろうか、こうこうもうマグロで言いたい、寄り目ですよ、ただのマグロだ。うるせえよ。いやマグロっていうかね、そうね、もうこうもう日常のありとあらゆる私生活の間にエロを挟んでいただきたい。昨日はいろいろお疲れ様、匿名さん、お花見ありがとう。俺今30ね8時間ぐらい起きてんだよね、寝れない、かまって、お花見ありがとう、おーありがとう、面白いハートありがとう。面白いっていうか、なんかこう例えばこうこうなんだろう、まな板でネギを刻んでるじゃん、ラーメンのこうトッピングみたいな、トッとっとっとってやりながら、もうすごいすごいいやらしいことをされたい。スターバックスで MacBook Air でネットサーフィンしてるときに、こうお姉さんに太ももサワサワされてたい。うん、何をロハコさんに報告すんのよ。好きにしてっていうかね、なんかこうなんだろう、求めなんだろう、こう難しいな、こうね、いじられたい、いじられてたいの俺は。いじるよりいじられたくない、わかる、いじられたい、マグロ、わかるかな、いやわかんない、わかるでしょ。でもそれは M なのかで、俺はM だな、それは。でドがつくってことはやっぱりその肉なん、もっとすごいことだと思って、俺の中ではやっぱり乳首を、彼氏がいきなり乳首引っ張ってグサーみたいな、竹串でっていうぐらいのことを想像してしまう。ギュッザクってこう、いやわかんないけど、わかんないけど、だってド M でしょ、それくらいのことをしてもらわないと。なんだろう、でもね、お疲れ様です。昨日は大変でしたね。キンちゃん結局携帯あっ、携帯あったの、どこにあったの、嘘でしょ、携帯あったの、それキャスバーにあったとかそういうオチじゃないの、どこにあったの、俺バッグの中結構まさぐったんだけど、あったんだ、でもさ俺思うんだけど、これもう本当にごめんなさいな話なんだけど、俺ねM じゃない女に会ったことないの、 S な女っていないよ、わかる、これね名言、名言っていうかもう本当に学会に発表しよう今日、 M じゃない女はいない、はい、リピートアフターミー、はい、リッスンリピートアフターミー、 M じゃない女の子はいないから、ここにいる、おはようございます、ここにいる女性全員 M、私 S なのっていうのはなんかね、ちょっと変な教育、なんかちょっとなんか家庭環境が悪かっただけで、潜在的には全員 M だから、
うん、M じゃない女はいない、学会に発表で、確かに私 S みたいな S を演じる女はいるけど結局 M、うん、そうでしょ、誰だよ、高嶋ちさ子が誰だか分かんないよ、専門用語を使ってくるんじゃないよ、うん、誰だそれ、高嶋ちさ子って誰だ、ないです、 M じゃない女いる、うん、S を気取った女はいたよ、うん、でも結果 M だったから、うん、てかね、あの多分ね俺思うんだけど、快楽的なものは M 的なものにあると思ってんの。おはようございますココアさん快楽的な全てのものは M 的なものにあると思う、受け取ることにあるから、両党っていうかね、なんかね、なんだろう、俺だから女性的なセックスの方がいいごめんね、個人的な性癖の暴露になってるだけかもしんないけど、女性的なセックスですよこれからの時代は、うん、そう、オス的なセックスはもうやだ、これからの時代は。昨日はお疲れ様、優勝おめでとう、ありがとう、うん、全部金梅のせい、うん、あでもね俺ね金梅さんはね地味に俺セックスうまいと思う、これ申し訳ないけど俺金梅さんに乳首何回もいじられてるけど、結構ガチで攻めてくる人だから、あの人ね、で俺ねこれもうねこれ答えなんだけど、金梅さんって女の人、付き合ってる女最終的にぶん殴るじゃん、クソミソの扱いするじゃん、大喧嘩するじゃん、でも女の人は離れないでしょ、あれね多分ねセックスなんだと思ってんの俺、これマジで思ってる、結局金梅さんの体を忘れることができなくて戻ってくるんだよ。エメマンさんいらっしゃい、のりこさんは大丈夫でした、すやすや寝てるよ、ほらここで寝てるでしょ、ここで、のんちゃん大冒険だった、うん、ああもうありがとう、本当に昨日は優勝したんだよね、はい、まさか僕が優勝するとは思ってなかったですよね、皆さんね、ありがとうございます、見てなかったんだろうね多分、密かに行われてましたので、昨日の件については優勝ありがとうございます、寝てる寝てる昨日前日はいろいろディスったけどかっこよかった、負けた相手にそれはねえだろう、もうやめてくれよ、もう捨て頃の話やめよもういいありがとうタカ、もうね正直ねこれ本音ね、あのね俺ね結構頑張った結構キレ良かったの、俺の今までの中で絶好調だったの、この体の具合とか呼吸とか、別にスタミナ切れも起こしてなかったの、パンチも良かった、フォームとか崩れるよやっぱり、でなかなかいけてたと思ったの、気持ちも乗ってたの、パーフェクトな人生で1回か2回あるかないかの最高のコンディションで結果負けましたから僕昨日のあの映像はね、昨日ご覧になった映像は僕のピークなんですよ、33年間
そして負けましたから。分かった。いや、よくないよくない、うん、よくない、うん、分かる、分かる。もうね、なんかね、こう絶望ですよ。余裕っていうかね、あの心の面では余裕だったんだけどね、結局ね、そのなんていうのかな、まあ力は、まあ、強いかったの、すごくパンチも重かったんだけどね、あのね、一発目打たれてから記憶がないんだよ、ほぼ。もうがむしゃらに避ける、動くとか、なんかいろいろやってて気づいたら終わってたんだよ。一発目バーンまではちょっと記憶あるんだけど、そっから先もうがむしゃら、もう正直、え、終わったのみたいな。だからあの前回のテルの時とは 対照的というか、やれることやったよ。ボケナスさんはどつ、和子さんが怒ってたぞ、利用しない時は電話しても返してこないって言った。じゃあ和子さん寂しがり屋だからそういうこと言うんだよ、うん、利用しない時は電話しても返してこないってどういうこと、利用しないってどういうことだろう。ロハコさんメンヘラだからそういうことよく言うの、かまってほしいと。俺用事のない時に電話かけない。ロハコさんから電話かかってくる時、でも大体金貸してっていう時だったけどな。勝負で負けてもかっこいいって印象、一生懸命はやったけど負けは負けでしょ、うん、負けてかっこいいやつなんかいないよ。Tシャツ完売どころじゃないよ、もう在庫在庫の嵐で完売するわけないじゃん。一生懸命やったらかっこいいって言うけど、まあ勝負の世界でそれはねえよ、うん、まあ、一生懸命やったよ、歯も食いしばったし、ダウン一発取られた時倒れたけど、初っ端取られたからまだ時間あると思って、取り返したらまだ巻き返せると思って必死にぶん回したよ。あのね、鮫島さんセコンドドーっていうか、セコンドじゃないじゃん。もう俺は本当なんつうの、みんなのヒーローっつうかさ、配信界のレジェンドが来たっていう感じだから、来てくれてやっぱみんな喜んでたよ、鮫島さんだっつって。鮫島さんもう楽しいな捨て頃っつって、それが最高だった、うん、後ろはかっこいいんだけど前がダサい。前のんちゃんのイラストダサい？そう、うん、負けたね、何なの、うん、また負けたんですかって何、うん、はあ、何、うざーこいつ性格悪っ、性格悪っ、気分悪い、なんだこいつ吉村とかいうやつ、うっざ、Tシャツ落ち着いたら、ああ全然全然、いつでもタイミングで、うん、ありがとう、ありがとう、ド M ありがとう
相手もありがとうね。ド M って呼んだった。でもね、俺ね、思うんだけどね、 S なやつってダメだよね。はーちゃん久しぶり、おはよう。はーちゃんってこんな感じだったっけ。ワード通信のさ、捨て頃見てた。お疲れ。金杯に絡んだやつみんな負けてる。いや、わかんないけど、ていうかもう配信始めてる時点で人生の負けみたいなもんだから。普通に勝ってる人配信やらないから。わかる、わかる。配信者にならないから勝ってた。底辺の中で戦ってるんだから。お疲れっす、銀ちょうるさん。お、卵味噌じゃん。お前、弾丸塾やめるって本当？来ないの？お、それ運営さんに連絡入れた？なんか噂で聞いたけど、 DM 来てたけど、卵味噌弾丸塾バックれるらしいよって。連絡入れた？そんなのもう交通費使った？いや、交通費使ったんだよ、知らないけど、あの、まあいいんじゃない。じゃあ出ないってことね。もったいね、せっかく受かったのに。まあまあまあ、昨日チャンピオン枠えげつないくらい花火上がってさ。お、まあ、鉄馬さんさ、テルの枠は俺にとってるいつでもえげつないぐらい花火上がってるよ。打撲まだ痛み、打撲っつうか首だけっすね。あの、首と唇の裏が切れたぐらい。この辺がぐ見えるかな、この辺がぐちゃぐちゃしてんの分かる。ざっくり切れてて、まあ口の中はしょうがないけど、殻裏が切れてんのと首っすね。おはようございます。首冷やさなくていいの？わかんない。もう寝て直せよ。君20年後ホームレスになってそうだよね。20年もかかんなくない？だって俺ホームレスだって27歳までに3回経験してるからね。そうそうそう、痛いの。リステリンが使えないのが嫌だよね。冷やした方がいいのか温めた方がいいのか分かんないから、いいよ、寝るのが一番いいんだよ、寝るのが。嘘つくなって何？何を嘘つくの？え？俺嘘ついた？なんか昨日のオフ会、いや、いつもの和道オフ会って感じだね。わーとかキャーとかウェーイとか一切ないって、淡々と静かにみんなで飯を食って語り合うって。金ちゃんはね、キャスバー、あの、YouTuber か、 YouTuber にいるよ、みこあゆゆ。寝れないつ、いや、だって俺もう38時間ぐらい起きてるよ。いや、これただの睡眠障害ね。来年出ない、もう絶対出ない。もう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 勘弁して、本当に。もうもう無理だよ俺、もう出ないよ、絶対出ない、絶対出ない。いや、まあ寝れないよね。3000人空いてて、あれは金梅さんのリスナーだもん。俺のこと興味あるんじゃなくて、金梅さんが心配で見てる3000人だもん。お疲れ様です、ママさん。いや、キューちゃん牧師とか言われたもんね。悪魔 VS 牧師。
いや、勝ったら出てたっていうか、たらればない人生に。負けは負けだし、勝ちは勝ちだし、勝ったことないから分かんない、勝った感情は。俺、たられば意味ないと思う。何々だったら何々で、なんとかだったらとか、分かんない。もう、とにかく、昨日出た結果が全部だから。いや、SY 強いよ。思わずフォローしてくれた。あゆゆさん、ありがとう。いや、クズっすよ、僕、基本的に。俺に勝てるのか、めんどくさい。何、捨て頃でさ、ちょっと閲覧が伸びてたら、ちやほやされてんの見て、俺もワンチャン捨て頃みたいな感じなの、卵味噌。俺にアピっても意味ないから、便所さんに出たいですって言えよ。めんどくせえんだよ、そういうの。俺も出ねえから、捨て頃。俺に勝てるのか、じゃなくて。大丈夫、どんちゃん。ういブーっつってる。SY のがスポーツしてたのかな。首とか太い。いや、もうかっこいいんだよね。イケメンなんだよね。SY。いや、もう、なんかもう、苦い思い出ができた。スポーツ全般やっぱ向いてねえな。乾杯だよ、もう。あ、そうだよ、あさって男官塾だよ。ちゃんと米拾うし、じゃあコメント数が少ないから全部拾ってるだけだよ。捨て頃って完全燃焼ってこと？いや、もう正直、これお金好きなの、お金大好きなのね。お金にならないことやりたくない。これお金大好きなんですよ。で、楽して稼ぎたいんですね。つてころ辛くて金が飛んでくだけで金にならないの、正直。ごめんね、ゲスくて。正直、感動する。泣いたり、笑ったり、光が輝いたり、こう、心が通じ合った気がする。金がかかるんだ、あれ。もう嫌なの、俺。お金を楽して稼ぎたいの。分かった。俺は、いや、事務代解約費に5万かかるの、俺。ね。グローブは支援していただいても、ね、2万円とか、シューズ何万円とか、バンテージとか、怪我したら、俺、接骨院とかさ、もう、金が飛ぶんだよ。もう嫌だ、俺。それをグッズで支えてくださいっつってたら、原価、T シャツの原価がバレた。ちょっとおじさんを拾ったらいけません。すいませんでした。ついほっとけなくて。ねえ、金杯さん面白いよね、アミカンさんね。俺は楽して
お金を儲けたいです。はい、確かにいいよ、熱いよ、わかるよ君たちの気持ちは。何か心の中に込み上げてくるものがあるのは俺もわかる。ただね、生活かかってんだよ、うん、解約費ってあるんだよ。1年契約とか2年契約とかだからあるの、ジム、うん、ジムによってシステムあるの。いいんだよもう、あ、もう金かけてやることじゃない、ま、大の大人がぶん殴りやるの、うん、あるある。いや、2年間でこの価格だけど、解約費何ヶ月分ととか。いや、鮫島さん面白いでしょ。捨て頃はあんだけディスってたのに超楽しいっつったもん。捨て頃めっちゃいいじゃんっつってすっげえ楽しんでた。俺最高だった俺その鮫島さんが見れたのが一番よくね、最高だよな。鮫島さんがどんどん陽キャになっていくっていう、いいなぁ、殴り合い感動するなっつってすげえ人って変わるんだと思って。うん、鮫島さん、いや、それが面白いのが、多分誰かと飲み行った、新宿送りますよっつって、ああいいやって、俺なんかグループで多分飲みに行った、仲間見つけて。わかんないよ、そのまま電車で帰ったかもしんない、今でもどっかで飲んでるかもしんない。おめぐりまのあのヒイラギリオちゃんめちゃめちゃ、いや、アドリブでしょ、うん、多分金梅さんが乱入したの見て俺もやんなきゃってずか騒いだんだよ。金梅になんか負けてらんないと思って、まあ、ヒイラギにリオちゃんのね、あの子かわいいんだよね、すっごいかわいいよ、生の方がかわいい。ドレさんが俺のこと褒めてた、うん、いや、ドレさんの、ドレさんと日高さんにはなんか申し訳ね、うん、いや、桃奈々今回すげえ強かったな、歌よりもファイターとしての方が才能があるっていうね。まあ、頑張っても負けるやつは負けるっていうすげえ深い教訓、頑張りとかじゃなくて、いるでしょ会社とか学校にも、何やっても成果出ないやつ、わかる？俺にとって捨て頃ってそれなの。しかも頑張っても結果出なくて余計評価、その他の評価も悪くなるやつ、ファイターじゃないから俺。だから3回目ねえからもうやんないっつってんのに、なんで3回目やろうのノリなの。もう俺前から言ってたじゃん、もう本当にこれ最後にするって。オフ会でも言われたんだよね、パピオン最高だったよ、生で、生のパピオン最高だったよ、うん、いや、もうやが、まあ体格差とかじゃなくて、結局結果が全てなの、うん、和道万博とかないから、うん、とりあえず弾丸力に集中する、
ペースに行こう。甘いのうまうま。いや、俺ね、捨て頃がうまくいって最大の、俺は最高の原点は俺便所さんだと思ってるの。俺便所さん、去年捨て頃1の時に便所さんと電車に乗ってる時2人きりになって便所さんと話したの。なんで捨て頃みたいな企画思いついたのっつったら、配信始める前からやりたかったんだ、俺がリスナーの頃から5年前の夢なんだって言ったの。5年間温め続けた企画なんだよ。思い入れが違うんだよ。だから便所さんが5年前に、今で言う6年前か、6年前の夢が詰まってる。だからみんなが乗っかれるんだ。いや本当に出ないよ。もう痛いの嫌なの。痛いの嫌だ。あと叩かれたくない。正直、正直クモン、あのテルの飛び膝の件だと思うけど、テルの飛び膝クリーンヒットはしてる。で俺もテルかなって思ったの、さっき見たんだよ。でもね、クモンの方が冷静に考えて、あれプロのジャッジが正しいよ。あのね、冷静に考えて、あの細かいヒットがクモンの方が圧倒的に多い。いや一発のバーンはあるけど、あれダウン取られてないんだよ。だからね、あれはクモンじゃん、そう、そういうのがやりたい。俺ゆいださんの生主運動会やりたい。あでもね、俺ナーボーがポロッと言ってた、すっげえ面白いと思ったのが、生主の学園祭やろうって言ったの、ナーボーが。それ面白そうと思った。よくない？生主の学園祭、ブース作って焼きそばコーナーとか、生主のお好み焼き、メイド喫茶、お化け屋敷とか、すっげえ楽しそうじゃない？俺それやりたいと思った。ナーボーがポロッと言ったんだけど、それ面白そうじゃない？YouTube 見た？昨日試合後の方がやばかったよ。金梅さんでしょ？閲覧3400だよ。もう意味わかんないよ。捨て頃終わったのに捨て頃の話一切出てこなかったからね。生主の夏フェスって何？夏フェスって何？音楽ってこと？いや俺捨て頃最弱俺？え、ちょっと待って、捨て頃で富士山なんか登る体力系やだ。もうね、介護の仕事は嫌だよ、できないよ、体力系嫌だ。山登ったことないもん。だって知ってる？みんな山って酸素少ないらしいよ。知ってた？なんか上の方って酸素が少ないんだって。だから息が吸えないんだって。いや、あげないよ。連敗って俺だけなのかな、わかんない。俺はワンツー出て2連敗だけど、みやびさんか。いやもう俺出ないよ。みやびさん3出んでしょ？
こない。やがやが。鼻ね、高いよね、みやびさん。体力系やだって。細田さん、お疲れ様です。細田さん、昨日会場いました？すれ違わなかったよね。細田さん見たらすぐ分かるもんね。いた？昨日。ああ、そうだったんだ。なるほど、細田さんいるだろうなと思ってたけど、いなかったから。来てなかったんだ、珍しい。もう言ってねえよ、富士山に登るの夢とか。いるよ、鳥。鳥いる。まあでもありがとう、本当に応援してくれてた人、すっげえありがたいなと思ったよ。あと弱いってやだな。あ、見てますわ、介護、介護ってみんな介護って呼ぶ。え、どうしたの？グエッつって、俺やっぱりさ、やっぱマイケル・ジャクソンの路線で行こうと思ってんのよ。だからお疲れ様で、中学生さん。じゃあ金前さんね、俺ね、昔からなんだ、金前さん酔っ払うとね、多分なんだけど、金前さんね、俺とやろうとしてるんだよ。お、最強の人間、お疲れ。おはよう。多分ね、金前さん、俺、若干ね、いや、これマジであるんだよ。前々から気づいてたの。あ、ロハコさんと同じ匂いするなっていうのは。で、金前さん、バイなのは結構業界では有名なの。あ、バイなの。ホモじゃないの。ほぼじゃないの、倍なの、金梅さんは。で、昔からの人は知ってるのよ。あのニコ生時代っていうか、もう古い人は知ってるんだけど、なんかね、そこあやふやなのよ今。金梅さんね、あのほぼではない、倍っていうかね、どちらかっていうと男の方がちょっと好きっていう、ね、若干ちょっと最近誘われてるんだよね。うん、ロハコさんはバイセクシャルなんだけど、特殊なバイセクシャル。昨日の和道人気、昨日和道人気者で嫉妬した。なんで人気者どころじゃないよ、全然ぶったたかれてたよ。うん、ロハコさんはしゃぶる専門なの。すっごい特殊なゲイっていうか、うんとね、バイセクシャルっていうのは男性も女性もいけるでしょ。で、ロハコさんは勃起できないのよ。だから女性にほとんど興味ないの。でも女性が別に嫌いなわけじゃないの。女性と別にエッチのこともできるんだけど、女性はいじりたくないの。で、勃起ができないんだけど、男の子が好きでしゃぶりたいっていう、しゃぶ専門なのね。金梅さんは俺は64だと思ってる。6男女4だと思ってる。配信会は映え多いよ、うん、めちゃくちゃ多い映えは、
でもなんかそのはっきりね、なんかしないよね。金髪多分倍でも多分というかもう確実に倍だ。で和道一発どうみたいな感じは感じる俺。本兵衛さんいらっしゃい。明日に向かって走っていけて寝る。いやでもね、いろいろ感じるものがあった本当に。でも俺金梅さん場合マジだと思うよ。いやのんちゃんも寝るでしょ。俺なんかもう38時間一睡もしてなくてこんな喋りしてんだよ。頭おかしい今。スーパーハイだよ。あれは演技ね。俺だって捨て頃の前の日の夕方6時に起きて寝ないでずっと行ってたじゃん。で捨て頃中寝てないでしょ。で今捨て頃が終わった次の日でしょ。本当に38時間起きてんだよ俺ね。本当病気なんだよマジで。だから起きたい時に起きて寝たい時に寝るって言ってるけど今眠いの俺本当に。だから寝れないの。クマとかひどいでしょ。もう要はねここがぶっ壊れてんの。いやいやいや俺全然いい人じゃないよ。じゃあ俺金梅さんが好きなだけなの。いい人ではないよ。あのそんなあの勘違い勘違い、それはねダメよ。あのいい人じゃないですよ僕は。すごい嫌なやつですよ。ドーパミン出まくりっていうかね、あの体はもう限界まで疲れてんだよ。だけどねその脳がずっと考えちゃうの。もう子供の頃からなのね。こう宇宙とはみたいな、 E イコール MC 事情とかをもうずっと考えてる俺は今も。わかる？そういう男だよ俺は。わかる、世界平和とかさ、去年なんかミサイル問題についてすっごい考えてた。まあちょっとイラッとしますよね。わかりますよ。でっかい赤ちゃんだ。介護じゃないんだよね。介護とは違うんだよ。育児なんだよね。みんなね、金梅さんのリスナー誤解してるの。介護じゃないの、あれは。育児だから。でっかい赤ちゃん見てるんだよ、ね。つって。弾けるーって言って。ベッセン。行くぞ、ベッセン。つって。弾けるーっ。いいっすねっつって、全く分かんねえけど昨日の和道の捨て頃見れなかったけど金梅の介護から見てて面白かった。小梅ね、小梅もう育児ですよね本当。でっかい赤ちゃんだ本当。だから赤ちゃんって周りの人に命預けるじゃん。ゴローンって寝てほっとくと死ぬじゃん赤ちゃんって。あれつってうえーって暴れて泣きたい時ってやってもうすげえ自由。コメントは読まん。だから俺本当に不思議なのが金梅さんってこんなに愛されてるんだっていうこと本当にわかる。こうやってでもね俺すげえもっとすげえと思ったのが、いや小林の結束力だよ。閲覧が同時閲覧が3400人ですよ。驚異の数字でしょ、ね、その枠終わった瞬間フォロワーゼロですよ。俺ね
ここが面白いの。フォローしないのよ。だけどみんな挨拶しに来てくれよ。昨日は銀杯ありがとうなって、要は様子見てんのこの感じがプロなの。要はね、この感じってあのね、よっさんのひまわりと小林とか、要はね、すっごいフォローする人間慎重なのそう、傘下に入れるかどうか。俺ね、こういうところが面白いと思うの。ウォッチャーだから分析するの好きだから。そう、ミルクじゃなくてお酒の方が厄介なんだよ。うん、でも俺金梅さんに群がってるやつは俺正直嫌いだよ。正直あの金梅さんの閲覧を、俺は自分で閲覧作ってる人が正直好きなのね。で、あの金梅さんは大手を育てることができるけど、唯一金林さんから羽ばたいたのは俺ヒカルくんだけだと思ってるから。ヒカルくんだけ、金林さんが理想とするところをできたのはヒカルくんだけなの、うん、と俺は考える。でもね、俺最近の荒野は変わりつつあると思ってて、金林さん頼らなくなったのはかっこいいなと思ってる。閲覧が少なくなってもひたむきに頑張ってるから、俺は最近の荒野は配信者なのかなっていう。昔はただの金魚の糞っていうよ、俺本当に言ってたから、金梅さんの金魚の糞じゃんって。な、俺は100万稼いでるとかああだこうだ言ってるけど、で金梅さんのお下がりでしょって、金梅さんが気に入ってるからそうやってるだけでしょって思ってたけど、最近はクソつまんないかもしんないけど自枠をやってるってかっこいいよ。閲覧少ないかもしんないけど喋り聞いてくれるファンがいるってかっこいいじゃん。あれは純粋な荒野のファンだから。荒野は最近配信者だと思う俺は。あー知ってるねピさん。そう、実を言うと荒野が一番最初にリアツしに来たの俺なの。そうで、俺結構そういうこと多いのね。で荒野を見て初めて思った時は、ヒカルくんのところか金梅さんのところに行けっていうアドバイスだ。お前は俺じゃないっつって、絶対ヒカルくんか金梅さんが絶対育ててくれるって。なんかタイプ的に匂いを感じた。なんとなくしたはずの携帯は金梅のポケットの中に。マジで言ってんすか。俺本当に手突っ込んだよ2つとも。ケツポケか。俺ね金梅さんね、新しい波を待ってるんだと思う俺ね。しかもね、これ変な話だよ。ちょっと昨日俺ちょっと試した部分はあるの。俺金梅さんと実はあの金梅さんで売名しようっていうのが嫌だから、金梅さんと一緒にいる時にあんまり枠に映らないように意識してたりとかあるのよ。だから俺金梅さんと偶然初めて2時間以上いたけど、あのね、要はもう見慣れたメンツなわけじゃん。女ネタもう展開分かってるじゃん、女ネタとかで、あといつものメンバーだから、ちょっと目新しかったのかなとは思った。なんか和道と金梅みたいなどういうことみたいな、うん、でね、あの金梅さんが最初起きてた時はすげえ面白くなりそうだったけど、寝たら無理だって思った最初の序盤すげえ手応え感じてたの、うん、俺は楽しくてしょうがなかった。久々に配信やってるって感じがあったの。あのシートベルトの下り、おしゲロの下り、ローソンのおしっこの下り、すごくテンポが良かったんだけど寝たんだよ寝るのっていう、そこからはもう迷宮入り、ラビリンスですよそこから先は、うん、話盛り上がってんのかなまだ起きてるよ。
や配信のねこと考えてるというかね勘がいい。要はリスナーが何を求めてるかっていう正解を一番感覚で見れるのは金梅さんだと思う。俺が長年付き合っていろんなタイプの人いるの。ただリスナーあの、ね、鮫島さんも同タイプなんだ。鮫島さん先手読むタイプの。だからねで喋りが主軸なの。金梅さん喋りがないの。だけど行動でこれで俺が今ここでこういう行動をしたらリスナー湧くなっていうことが分かるの。あの人そのセンスはピカイチ、うんうん、今リスナー層も変わってきてるからやりすぎ嫌われてるとこそうそうそうやりづらいんだよ銀梅さんからしたら。あとねこれねキャリアの問題でね長くなってくるとねもうねやりたくないこと出てくるんだよ本人の中で。うん、でもやらなきゃいけないことっていうか閲覧のためとか、うん、なんじゃないの分かんないけど、俺は金梅さんからいろんなもの学んだよ昨日。俺そのオフ会でもずっとリスナーさんと話したんだけど、あんなにわがままなのいいなって言った。なんか2000人3000人とか1000人とか1000人以上見るわけじゃん銀梅さんのこと。へえ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 マジか。これで2時間成立するんだよ。俺はっきり言って配信5年やってるけど意味がわからないの。コメントが走り続けるの2時間ええとか言って何も言ってないの。でもコメントもエンターテインメントになってるっていうか、そうどういう理屈なんだろうこれっていう、うん、俺は未だになんか羨ましいんだよね。なんかそのね言語の壁を越えてるんじゃねえかみたいな。もう心なんか母親と息子みたいな。長年連れ添った夫婦とかさ、なんかわかる、うん、あの世界を取るコーチと選手とかさ、もうそういう域なんじゃないかと思ってくる。その時々考えさせられる。顔がもう面白いとかもあるのかもしんないけど、顔だけじゃないんだよな。なんかねもう絆とかそういう絆もうあれ羨ましいねあそこまで。他の人の企画は厳しい、うん、あー便所はできん捨て頃、あれは捨て頃ができんなんじゃなくて、あの新木場ファーストリングできんで、はっきり言うよ俺予言しておくよ捨て頃3、あ多分新宿フェイス狙ってる。だから便所さん余裕なの、うん、要はでかい箱でやろうとしてる。次俺思ったもうあの多分スタッフの動員のスタッフの金のかけ方とか、今回多分ね便所さんにポケットに入るお金よりもあのスタッフに金かけた。要は DVD とか先を見てたり、要はね次行くには新宿フェイス、要はあのマッハ祭りやったところ、マッハ祭りの会場のフェイスでやろうとしてる。だから別に新木場ファーストリングで金梅さんが出来になっても大丈夫なんじゃないかっていう予想俺は。うん。ステコロは有名になってきてる。もう出たくないけど俺やだ。お疲れ金魚鉢。小島さんは師匠、小島グランプリのこと、うん、いやあのねどうだろうな。っていうかね
生で行ったことある人ステゴロは分かるんだけど、生で見るとめちゃめちゃ面白いんだよステゴロって。正直ね、配信で見るとどれくらいのクオリティだろう、よくて7割ぐらいしか伝わってない、6、7割ぐらいの動画で見る完成度で、今回7割ぐらいだと思う。特に誠司さんの試合なんて4割ぐらいしか伝わってないの、4割とか3割。あのね、誠司さんの試合めっちゃくちゃ面白かったの、生で見ると。だからね、あれはちょっとね、撮り方とか声とかあるのよ、聞こえてくる声とか、会場の音と放送の音違うじゃん、マイクの位置によって。もう誠司さんがメンチ切ってんのも大爆笑なのよ、本当に。なんであいつメンチ切れるのみたいな、その面白さがあったりとか、あとあの誠司さん号泣してたりとか、その配信に映らない、なんか茶番っぽくなっちゃうんだよそれが、配信だと。でも誠司さん号泣してたりすんのよ、それがめちゃめちゃ面白いのよ。もう肘アイスで固めながらとか、うん、ありがとうございます、楽しんでいただいて。そうなんで、表情とかね、なんかね、独特なものが見えなかったりすんの。生で見たら面白いよやっぱり。生金杯あったけど、あんなおじさんチューされたら自殺する。へえ、そうですか、マリアさん。スリー呼ばれる、誰が、ピーさん。俺もうスリー出ないよ。もう何回も言ってるけど、俺は泣かないよ、俺は悪魔だから、うん、悪魔の子、千葉県成田市立悪魔の子だから、わかる、俺は涙なんか流さないよ、うん、わかんないよ、うん、なんかね、やっぱ 生には勝てないよね。ふざけんなって何。ペンジョーワドが出たいな、出す、いや俺出ない出ない、もういい、本当にお腹いっぱい、うん、捨て頃でもアンチいたの。いや、いないよ全然。いやいや、そういうことじゃなくて、もう限界よ、もう、うん、もう出ないよ、出たくないよ、毎回言ってるじゃん。本当に辛いんだよ。いや、楽しいよ、感動もするよ、笑いあり涙あり、光と音のファンタジー、わかるわかる。俺は楽してお金を稼ぎたいんだって。俺は楽してお金を稼ぎたいの、わかる、お金が大好きなの、わかる。殴られて1万5000円割に合わないよ、やだよ、もう事務代もかかるんだよ、もういろいろお金かかるんだよ、もう嫌だ、辛くて金にならないだけ、感動はある、楽しい、汗も気持ちいい、素晴らしい、わかる。他の人でやってくれ、他でいいでしょ、俺見る側になりたい、乗っかる、そこに乗っかって見守りたい、君たち側になりたいの、もう辛いの、やる側、割に合わないところじゃないの、毎回大赤字だ、確かに、わかる、後から帰ってくる金じゃない、わかる、他のやつでやろ、それを。もう俺はやりきったよ、勘弁して。いや俺ボクシング大好きだよ、みんな大好きだよ正直、ただ痛いんだよ。やらないっつーの、もう勘弁してって。俺、いや強かったよ、想定以上だったっつうか気持ちが強かった。スリーやんないっつーの、花火ありがとう。バブルは来てますかっていうか、もういや、たくさん花火いただいてるよ、うん、いやもう本当に嫌だ、もう逃げとかでもいい、もう
本当に何でもいい。俺捨て頃大好きだよ。ディスるところ何にもないよ。うん。なんで勝手に3の対戦相手決めてんの。俺本当に出ないからね。俺出ないよ。もう。うん。だってもうヒカル君も出ないって言ってるし、テルも出ないって言ってるし、これ本気で本気の出ないだから。いやもうヒカル君も出ないって言ってる。テルも出ないって言ってる。でクモンは次やりたいっつってる。最強人間花火ありがとう。お疲れ様です。ありがとうございます。いや俺そういうのはいいよ別に。だからセコンドで行ったりとか、なんかスタッフで行くとか手伝うとか、そういうのは全然やるよ。全然まあ観客で行ってもいいし。うん、うん、いや光くんも最後って本当に辛いんだよ。もうワンツーでも限界だよ。しかも2連敗だよ俺。なんかもう勘弁してください本当に。もっとなんか酒飲みながら、うえー楽しいねイエーっつって、何々頑張ったねーってやりたい俺も。グッズは売れましたよ。なんすか、グッズは売れましたけど、なんすか関係あります、今の話と。売れましたとも。ラニーありがとう、ハタありがとう。グッズは売れますよ。違う、だからもういいんだってそういうの。正直セブンイレブンで30円であのプリントした1000円結構売れましたよ、500円で。そういうことじゃないんだよ。そういうことじゃないの。セブンイレブンで今朝30円で プリントした和道プロマイドがそこそこ売れてウハウハとか、そういう話じゃないんだよ。いや儲かったっつうか、まあありがたいっていうか。違うね違うね、もっともっと楽して稼ぎたいじゃんね。プロマイド需要あった。おしかもサインかけるからいいね。いや楽して稼ぎたいから俺生主になったんだもん。もうやだ、なんで俺殴られるの。首見た俺の吹っ飛び方、絶対頸椎おかしくなってるこれ。うん、あーいやまあリスワンとかいいよ本当に。あれ金梅さんの数字だから。いやもうどれがとかもう、いやもういいいい、もう本当評価とか評論とかじゃなくて、もう本当にいいのいいの、出たくないの。お前らには分かんないよこの気持ち。出たくないんだよとにかく。出たくないんだよもう。うん、左初っぱなの左、初っぱなの左のことラビー、初っぱなの一番最初のダウンの左のことかな。聞いたところじゃなくて、そっから先記憶なく戦ってます僕。これマジです。ネタだと思うでしょ。スローモーションで YouTube 見てごらん。首がこっち側に向いて体ごとぶっ倒れてるから、あれ交通事故のレベルだから。左フックえぐいっすよ。スローモーション再生でやってごらん。俺さっきの枠でやったんだけど大爆笑してたもんみんな。絶対もうこれ寝たら動かなくなるから首3日は。そうありがとう、ハートありがとうね。20個も直樹兄さんが距離遠いのは想定だったんだけど、すっげえラフファイトっつうかね、お腹バーンって当てたりとか、要は喧嘩スタイルだったのがびっくりした。要は俺綺麗なボクシングかましてくると思ったら、結構ブンブンブン回してくんの。あの綺麗なジャブとか打ってきてたよ。だけどあのそれがびっくりしたね。ガンガン回してくんの、ブンブン回してくんの。体っつうかね、もう正直言って唇の裏がレンが切れてんのね、真っ赤なの。だ唇の裏がもうぐちゃぐちゃなの今、たらこの後ろが。で首、おでこ、要はここで当たったらバーンって弾いたから首にガチャガチャ。だ顎とかはそんなにずれてないし、目とかも傷ついてないの。いや首、あと脳だね。うん、いや気持ちを切らしてなかったと思うよ俺別に。
普通にただ気持ちで負けてたとかじゃなくて普通にダウンされた、普通に負けただけで、俺気持ち別に負けてないと思うよ。わかんないけど、普通にダウン取られたの覚えてるんだけど、1回目のそっから先は取り返そう取り返そうっつって前に攻めてた記憶あるけどね。わかんないけど、うん、もう一本取ればイーブンイーブンと思って言い聞かせてたよ。うん、いや単純に俺今30何時間起きてるから寝てないだけっすね。もうなんか配信喋ってないともう要は脳がもう限界死ぬよっていうまでパタって倒れるまで喋らないと寝れない。こうなったら生主杯眼間塾、それが25日なんですよ。僕多分20時間ぐらい寝るんですよこの睡眠だ。起きたらもう眼間塾っす。ありがとうございます風船。うん、いやーすっごい気合入って普通に強かったよ。うん、まあ練習の形が出てないのは俺のあれだよ、ダメなところだよ。それは出てなかった。人間って不眠で4日行くと死ぬらしい。あ、まあ多分それくらいで死ぬだろうね。うん、スタミナは切れてなかったね。うん、あーとんでもないです、ありがとうございます。そう言っていただけるだけでラストファイトありがとうございます。なんでさ、なんで、じゃあ俺さ意味わかんないんだけど、なんで俺のこと3に出そうとしてんの。なんなのこの謎の勢力、なんなの。だって今まで、じゃあもう勝つ選手でいいじゃん、いっぱいいるじゃん、光くんとかさ他にも。お前らあれだろ、俺が殴られてるところ見たいだけだろなあ。正直本音で語れよ、俺も本音で語るから。やだんだよ、出たくないんだよ。もっと強くて強くて捨て頃出たいやつ腐るほどいるんだから、最弱決定戦とかいらないから。去年より去年の雪辱だと思って必死でやってきたんだから、俺勝てると思ってたよその時。無理なんだって、結構やったでしょ。うん、リングで死ぬまでやらせんの。ほんと死人出るよマジで。やだって、やだっつってんの、なんでわかんねえんだよ。それで負けたらどうすんだよ、それで負けたらどうすんだよさ。いやだからもう努力とか関係ないの、いつも言ってるけど弱いの俺は。見たらわかるでしょ、ドレさんの言う通りヘタレなの、根性なしなの、センスがないの、努力もしてなかったの、もうそれだけなの、生き様なの、もうこれはもうただ弱いの。もう練習がどうとかなんだとかかんだとかないの、弱いの。なぜ弱いやつをリングに上げるんだって聞いてんの。知らないよそんなの、もう俺出たくないんだから。カズンさんなんて言ってた、ごめんって言ってたよ。もうそれも嫌なんだよ、和道くんごめんって。カズンさんが俺に謝るとかもう俺もう耐えられないの。どんだけ人間ができてる人なのよ。何にも悪いことしてなくて、俺が恥かかせたんだよ日高さんに。カズさんはそういう男気のある人は、もう勘弁してくれ本当に。うん、おー、いや出ない、本当に出ない、出ない出ない出ない、ない、チャンスない、もうやるだけやったの、出ない、出ません、出ません。しつこい本当に、出ない、出ません。勝てそうな相手いないよ、いるわけないでしょ。うん、レギュラーとかないから、もうちょっと勘弁して、もう本当にもういいんじゃん、もうなんかもういいんだよ、いっぱいいるだろ強いの。
やだ、いやいや、出ない出ない出ない、絶対出ない、もう今後出ない、3も4も5も出ない、うん、ポンちゃんかトムならやるポンちゃんかトムかやる、うん、トムのここ引っこ抜くわ、グッて、うん、やる、勝てる。ポンちゃん意外と筋肉質なんだよね、うん、知ってる。負けてまだやれっていう、もう罰ゲームのノリだからね、うん、いやもう他の人にしようよ、若手で出たい人いっぱいいるじゃん、なんで俺なんだよ、やだよ、他にいるだろう、他になんで俺なんだよ、それこそ直樹兄さんでいいだろう、おかしいだろ、いや出ない出ない出ない、もうおかしい、この人たち頭おかしいわ、なんか普通じゃない、 1+1 は3っていう人たちの、やるわけないでしょ、先輩なんだから、やらないよミュウツーと、誰ととかいう問題じゃないの、相手がどうとかさ関係ない、やらない、うん、そう変な顔してさーんって、いや俺本当に出ない、もうやだ、っていうか終わったばっかりで次3の話してるとおかしいだろ、来年の話とか気が早すぎるよ、もう絶対やんないよ、もう弁護さんにもう言っといて、和道は心折れたって、うん、いや無理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 、スリーはドルさんが出て盛り上げんだろ、3はあれだよ、どれの深夜食堂とあれだよ、3倍目光るとか激アツカードだよ、メンドさん戦わなかった結局、あお疲れ様です、かっこよくないっすよ、やめてくださいコロンさん、ありがとうございます、あ SY 出るだろうね、 SY は格闘技センスあるから心変わりしない、もう決めたから、俺は出ないよ、やだ、やっと来てくれたクリアさんありがとう、もっと書いて、そういうの待ってた、やっと来た、もっと言って、そういう空気作ってこ、やっと来た、そうだよね、もう呼ばれねえよ、ありがとう、もう捨て頃の契約シーズン、俺もう YouTube ライブに逃げるからその時期 YouTuber になるから俺、呼ばれても出ないよ呼ばれても出ないよ、うん、いや辰彦の試合は普通にファンになっちゃったよ、辰彦のかっこよすぎでしょ、最後のノーガード3発バチンバチンバチンともらってボーンで右で仕留めるって、あれ心折れるよ、
ね、3発パンチ入れて渾身の効かないんだよ。で思いっきり右入れられるんだよ。それはもう心折れるでしょ。無理だよこんな化け物ってなるでしょ。アドレナリン出すぎ。達彦超かっこよかった。ああいうのをもっと増やせよ。やだよ俺。もう YouTube で捨て頃2ワードって検索したらいっぱい出てたよ、うん、いや面倒太郎さんも出ないと思うよ、うん、いやもう絶対出ない、うん、セコンドやるよ。セコンドでいい。セコンドでいこう。そうしよう。客席でもいいよ。出たくない。日本語通じねえな。日本語が通じないのか心が歪んでいるのかどっちだい。ありがとう。昨日は金ちゃんのお世話お疲れ様。ああとんでもないです、とんでもないです。まさかね、新宿まで送ってってあいっすよーの乗りかと思ったらあんなことになるとは思わなかった。敗因金牌さんって金牌さん関係ないでしょ。光くんのセコンドなんだから。そんなに3に向けてやる気になってるとは思わなかったよとか言って、悪、性格悪、ほんとやんないっす。話変えよ。やらないっつったらやんねえんだから。前回は出たいって言ったんだよ。逆、前回はこのまま終わりたくないから出させてくれって言ったの最後に。前回は出たいって言ってたよ。いやもうやり尽くして負けたんだから。だからもう一回言うね、昨日の映像に残った俺は33年間生きてきた中でベストコンディションの俺だから。真偽対ベストだから。心体もうカッチカチキレッキレだったから、あれ以上の動きはない。あれ以上気持ちが前に出ることもない。俺のフルパワーで普通に2回ダウンされた。普通にベストコンディションでフルボッコにされただけ。分かった。分かった。まだ分かんないの。これで最後って言って頑張ってきたんだからもういいっつって。日本語が全然通用しないから。格闘技自体やめたんだって。俺格闘家じゃねえから。格闘それさ、プロボクサーとかさ、なんか選手に言うなら分かるよ、スポーツ選手とか。俺格闘家じゃねえんだよ。俺配信者なんだよ。いつから配信者は、ごめんねなんちゃんね、うるさいね、ごめんね。いつから配信者は真面目に格闘技をやる生き方をする人たちになったの。うん、でしょ。うん、いや分かんない、もう夢中でやってたから記憶ない。背中向けてた、わかんない。2、3発ね、多分ね左フックかなんか入ってるよ。なんかしびれてたもん。2発ぐらいはいいの入ってた。で倒せなかったの。わかった、まだ言わせる。 2発ぐらいはしびれるパンチあったので、相手は立ってたの。わかった。わかんない。
出なくていいよじゃなくて出ないっつってんの。出なくていいよじゃないの。分かった分かる、もう分かんないね。もう一回だけ言うね。捨て頃は今後出ません。はい、もうこれ伝わったはず。以上です。伝わったね、うん、伝わったね、うん、分かった分かった。出ません、以上です。うん、はい、うん、はい、大丈夫よ、なんちゃ、じゃあおいで。どうやら日本語がわからないようだね。大丈夫。プロっぽいのっつうかさ、俺みたいなさ、なんかこう、何、俺ってだからジャンル的に言うとほら天使なわけだ。わかる？雑談なまぬし、気違いなまぬし、いろんなジャンルあるじゃん。アウトローなまぬしで、俺天使なの。天使は戦わない。わかる？天使、雑談なまぬし、ゲームなまぬし、モノマネなまぬし、天使、いや天使、いや天使だから、もうこれ以上天使、翼の折れたエンジェルだから俺は。剣士じゃない、天使、翼の折れたエンジェル、わかる？あ、文ちゃん大丈夫？無理、これから寝るのかじゃん。もう何時間起きてる俺、今何時？あーやばいな、6時だから、やばい、40時間起きてる、40時間起きてる、うん、静かに。ペテンシじゃない、天使、うん、寝れないのつらいよね。ていうか弾丸塾起きれんのかなこれ、うん、ペテンシちょっとうまかったね、剣闘士じゃないから。ていうか俺思ったけど、捨て子のメンバーもこれ弾丸塾来んのかな。便所さんとか、あ、便所さんは絶対契約とか約束守るから来るか。光くんとかも疲れてっかな。ペテンシってやめてそれいいね、ペテンシはどうっつってちょっと面白いな、うん、ペテンシペッツって、うん、いや富士山登んない、なんで俺が富士山登ん、いやもう登ればいいじゃん富士山でもなんでも、ひたすら登ればいいよ、うん、レギュラーメンバーじゃなくて、たまたま第1回2回って出させてもらっただけよ。ずっと出なきゃいけないとかないから。みやびさんがいい、みやびさんでいいじゃん、ひかるくんと。みやびさん誰いる？
レギュラーメンバー誰いる？ヒカルさん、ヒカルくん、みやびさん、あ、誰いる？誰がいる？テルか、テルも出てるし、俺出ない。達彦はリザーバーだったかんね、前回。だ、準レギュみたいなもんじゃん。いや、ダメだの意味が分かんないから、それを俺に言われてもそんなこと言われてもっていう、知らないよ、みやびさんに言ってよ、それは。なんで俺にみやびさんダメ出しすんの、どうしろっつんだよ俺。それはみやびさんに言ってくれ、ここで書かないでよ。桃七はでも歌から格闘技になったけど、俺格闘技の方が面白いね、桃七はね。うん、隣誰？お前誰？俺の隣に誰がいようか、いいじゃん。お前誰だよ。うるせえよ、本当に。俺の隣に誰がいようか、誰でもよくない？俺からしたらお前誰だから。いや、もうやんないやんないやんない、いや負け、辞退、負け負け、いいいいです、みやびさんの勝ちです。みやびさんの勝ちでいい。気になるって何？のんちゃんだよ。配信会絶世の美女47歳のりこマロングラッセだよ。眠い。ダイエットするって決めたんだ。そうだ、して頃で太ったから痩せよう。寝るか。はいはい、まあ笑った、はいはいはい、俺も爆笑だよ、一緒一緒、もう出ません、はい、今回で終わり。来年のステコロでみやびと最弱決定戦面白いからやろう。やんないっつってんの。はい、じゃあ寝ます、おやすみ、もう寝よ寝よ、もう寝る、もう寝る、ありがとう、うん、応援してくれてありがとう。じゃあおやすみなさい、お疲れ様です、おやすみ。弾丸塾ツイッターに予約あげといたから、生放送ツイッターチェックしといて。